小西博之君。立憲民主・社民の小西博之でございます。質疑の機会に御礼を申し上げます。まず各会派各党の政治的な立場を離れ、今相沢発議者の方からこの趣旨説明をいただきましたけれども、相沢発議者、また岩屋発議者、斉藤発議者、また浦野発議者、先生方のこの、コロナ禍で自宅療養などを余儀なくされている、国民のこの投票権、人権の中でも一番大切なものであり、参政権でございますので、もう民主制のもう革新そのものでございますけれども、その投票権を確保するための、こうした取り組みに、党派の立場を超えてですね、敬意を表させていただきたいというふうに思います。と申しますのは、配布資料で配らさせていただいておりますけれども、実は我が立憲民主党も同じような法案を検討させていただいておりました。少しお話をさせていただきたいと思うんですが、総務委員会のですね、このコロナ禍のおけるこの自宅療養、あるいは宿泊施設の療養によって、投票権を行使できない国民の皆さんがいるという問題については、もうこの今、第4波でございますので、この各緊急事態宣言、昨年以来、各党改革、各会派において、問題意識をまた国民においても持たれていたものだというふうにも承知しております。で、国会の会議録を調査室に調べてもらったんですが、実は3月16日の参議院の総務委員会で、筆頭理事である、ナタニア先生でございます、我が会派の、このナタニア先生が初めて国会で、この問題、何らかの郵便投票の仕組みを用いた法的措置を講ずるのではないかという質問を初めてなさっておりました。で、実は私、ナタニア先生から指示を受けましてですね、立憲の政治部会の役員をしているんですが、この法案、何か仕組みを講じることができないのか、検討せいということでございまして、当然、我が政治改革部会の公式なミッションにもいたしまして、で、検討を進めておりまして、で、実は、5月の17日には、もう法案の形で部会で法案登録をですね、政調の方にはして、法案提出の準備も進めておりました。それにあたっては総務省や厚労省の皆さんとも議論させていただいて、今回ご提案いただいている法案の基本的な仕組みですね、自宅療養あるいは宿泊療養の国民は保健所からそうした求めを受けるんですが、その求めという保健所の公式な文書、それを選挙管理委員会に提出することによって、しっかりとした本人確認、例外制度である郵便投票におけるその他の制度と、他の郵便投票と並ぶようなしっかりとした本人確認はできるであろうという、基本的な仕組みもその時から向上させていただいていたところで、ございます。で、西田理事にはぜひ三方でというようなことも実はないないご相談をさせていただいていたんですが、その後もう発議者の先生方の着実な取り組みによりまして、格闘協議会が開かれて、で、実は私も格闘協議会出席をさせていただきまして、5月27日、取りまとめにもそれなりの貢献をさせていただいたんではないかと思うところなんでございますけれども、政治の世界はいろんなことが起きるということで、ゆえあって我が会派は反対をさせていただくところでございますが、しかし冒頭申し上げました、国民にとって投票権を確保しなければいけない、これは各党各派を超えた我々の使命でございますので、今日はそうした運用にですね、何か少しでも資することをがこの質疑の中で出せればと引き出せればということで、そうした思いで質問させていただきます。で、初め総務省の政府参考人から質問させていただきますが、この法案については公布から5日後のですね、施行ということになっているわけでございますけど、これがこのいわゆるその各地域の選挙管理委員会のこの周知期間ですとか、あるいは選管やあるいは保健所のこの準備ですね、特に選管の準備などに十分な時間なのかというような問題意識もあったわけでございますけれども、私もかつて総務省で働いていたことはあるんですが、普通、役所としては、この国会で法案の動きがですね、法案を成立する動きが見えてですね、特に与党の政党がですね、法案の立法に向けて、公的な強い意思を示すとか、そういう段階で、霞が関としては、この関係の自治体にですね、こういう法案が国会に出て、成立される公算というのが非常に高いと、で場合によっては、
各々しかじかの理由で施工期間が非常に短くなる可能性、施工までもですね、ある必要があるので、しっかりした準備を、今のうちから総務省で意見交換しながらやっていきましょうというようなことを普通やると思うんですが、この法案にあたってもそういう適切な取り組みをですね、なさっているのかどうか、そのことの確認をお願いします。総務省自治行政局、森選挙部長。お答え申し上げます。特例郵便等投票法案につきましては、ご指摘通り成立後の実務は地方公共団体が担うことから、その動向につきまして総務省から地方公共団体に対して報道ベースでございますが情報提供を行いましたほか、議員提出法案が国会に提出された際には当該法律案等についても直ちに情報提供を行うなど逐次連絡をしてきたところでございます。また直近に選挙の執行が予定されている東京都選管や兵庫県選管などには個別に連絡を行いまして、法案が成立すれば直ちに対応できるよう保健福祉部局等と必要な調整等を進める必要があることについて説明するとともに、運用上の留意点について伺っているところでございます。これらの情報提供を受けまして、例えば東京都選管では6月9日に選挙管理委員会を開催をし、法律案が成立した場合の対応や啓発のあり方について方針を定め、東京都議選での実施に向け各市区町村の選管と保健所等の保健福祉部局が連携し必要な準備を進めていると承知をしております。今回の法案は現行の公職選挙に基づく郵便等投票と基本的に同じスキームとしておりまして、選管の大幅な負担増にはならないと考えておりますけれども、厚生労働省とも連携をしまして法案が成立した際には速やかに地方公共団体に対し事務出向にあたっての留意事項を具体的に示すなど、地方公共団体における事務の円滑な管理執行が可能となるよう引き続き進めてまいりたいと存じます。小西博之君。一定の取り組みをされていたということでございますけれども、そこにあたって混乱がないようにですね、引き続き取り組んでいただきたいというふうに思います。我が会派には選挙管理委員会で働かれていた岸先生はかつて働かれていたということで、党内でもそういう建設的なご意見をたくさんいただいていたんですけれども、しっかりとした取り組みをお願いしたいと思います。では次の質問でございますが、配布資料の2ページをご覧いただきたいと思います。これは与野党協議の中でも一番確認をされた保健所についてどんな事務負担が生じるのかということですが、ただ今総務省の答弁にもありましたけれども、基本はこの選管の側においては従前やっている郵便投票の仕組みで対応すると。で、保健所の方も感染症法の本来の感染症法の本来業務の中で先ほど申し上げた自宅療養などのこの求めの通知を行うことになっておりますので、基本保健所に新しい事務は発生しないということなんだと思うんですが、今ご覧いただいているこれ特措法の付帯決議、この2月の3日の、先ほど終わりました隣の内閣委員会での付帯決議なんですが、実は私が起草させていただいたものなんですが、これは何かと言いますと、一言で言うと今第4波ですが第3波の反省を踏まえて、で今度こそですね、感染を最大限に封じ込める、そうした検査や保健所あるいはその崩壊しない医療の提供体制というものを戦略的に作りましょうと。でそれをするために国としての基本的な方針で、それに基づく都道府県の取り組みで、その実施の状況というのを徹底した PDCA サイクルを回しながら国民に公表していくと。で実は我が国にはこのコロナの医療に対するこうした体制構築の法律がないんです。実はコロナ以外の法律には医療病気には全部法律があるんですけども、医療法と一般法がありまして、一昨年に参議院で成立した脳卒中や心臓病の特別法、基本法といったものがあるんですが、この国難であるコロナについてこの検査やあるいはその保健所医療こうしたものを戦略的に構築していくためのこの法律がないと。本当は新型コロナ等医療体制確保法という法律が必要ではなかったのかという問題提起を実はさせていただいて、必要ではないかという問題提起をさせていただいてたんですが、残念ながら成案に至らませんでしたので、代わりに付帯決議でお願いをしたということで、ございます。でこれについて次のページですけど、菅総理は国の基本方針をしっかり作ってしっかり頑張りますというようなことを言ってくれているところでございます。で厚労省に質問でございますが、この付帯決議に基づいてこの間どういう国の基本方針を作り、その下で都道府県にどのような計画的な取り組みを国として確保するため頑張っていらっしゃってきているのか、保健所ですけれども検査医療についてもまた答弁をお願いいたします。厚生労働省大臣官房宮崎審議官。お答え申し上げます。
小西におかれましては、このロジックモデル等の活用ですとか、あるいはPDCA の徹底ということで、かねてよりご提言いただいておりまして、そうした観点につきましては、厚生労働省全体としても、あるいは内閣官房全体のいろんな方針の中で沿って、厚生労働省としてもいろいろ取り組みを進めているところですが、特にコロナ対策に関しては、今ご紹介いただきました、参議院内閣委員会における付帯決議の中で、このようなご指摘をいただいておりまして、それに沿いまして、各種の対策を2月以降も取り組みを行っているところでございます。こうした保健所検査、医療の体制をはじめとして、各班の対策につきまして、方針を示して、都道府県自治体とともに進めていくことは大変重要だと考えております。保健所体制について申し上げますと、各保健所設置自治体に対しまして、全庁的な応援体制の構築等について要請を行って取り組んでいただいておりますほか、今年の今年度から令和4年度の2年間で、感染症対応業務に従事する保健師の増員のための地方財政措置、これを講じることとなりました。これに合わせまして、早急にその強化に取り組んでいただくようお願いをしているところでございまして、今後、さらにその各地域での対応状況を踏まえつつ、新たな感染拡大も想定した戦略的な取り組みを促していくこととしております。検査につきましては、感染した場合に重症化しやすい高齢者等のいる高齢者施設等への定期的な検査の実施につきまして、3月以降、新たな取り組みを行っておりまして、これにつきましては、検査体制整備計画というものを策定をいたしまして、体制の整備に努めているところでございます。また特にご指摘のありました医療体制、これにつきましては、新型コロナ患者を実際に受け入れられる病床を最大限に確保するために、3月末に各都道府県に対しまして、確実に機能する医療提供体制を構築するための病床、宿泊療養施設確保計画の見直しをお願いいたしました。また同時に計画の見直しに先立ちまして、感染拡大が短期間で急速に生じる場合に備えまして、感染者数の大幅増を想定した緊急的な患者対応方針の策定も行っていただいたところでございます。また医療体制に関して申しますと、今国会におきまして、医療法の改正を行いまして、地域医療計画の中で、新興感染症に対する備えにつきましても、事項として加えるというような形の取り組みも行ってきているところでございまして、引き続き、今まさに現在進行形の取り組みでございますので、引き続き委員のご指摘等も踏まえながら、取り組んでまいりたいと考えております。小西洋之君。ありがとうございました。今の答弁の中で少し触れていただいたんですが、3ページにですね、この今度は3月、今度は別の付帯決議なんですが、5月の20日に、今、答弁の中にあったんですが、医療法などに、感染症、医療法の医療計画に感染症対策を追加することになったんですが、で2023年から新しい計画を作り直すんですけど、各都道府県ですね、感染症も含めた、でその中でこのロジックモデルというやり方をぜひやってくださいというのを付帯決議でやらさせていただいて、実はこれも私が起草させていただいたんですが、でロジックモデルというのは、今回のこの今のこの法案にも、すべての行政の取り組みに関わることでございますけれども、例えばどれぐらいの郵便投票、コロナの療養者の方の郵便投票のこの需要があるかというふうに予測を立てて、じゃあその需要に対処しうるだけ その行政の選挙管理委員会ですとか、あるいは先ほど答弁のありました、この保健所の人員の体制ですとか、そういうのをこう逆算してですね、絵に描いた餅ではなくて、一定のこの行政需要、行政目的を達成するためには、それを論理的に因数分解していくと、こういう人員、あるいはこういう新しい業務の効率、あるいは新しいこういう業務の負荷、といったようなことをやっていく、まさに感染症対策こそ、ロジックモデルが必要なんですが、厚労省完結で結構なんですが、このロジックモデル、医療法の医療計画で頑張ってもらうことになってるんですけれども、当然、ロジックモデルがない行政政策なんてありえないと思うんですが、先ほど答弁いただいたこの保健所の体制づくり、あるいは検査や医療などしっかりとロジックモデルで頑張っていくと、都道府県含めですね、厚労省含めということでよろしいでしょうか。厚生労働省、宮崎審議官。委員ご指摘のように、まさにそうした観点を踏まえて、その需要をしっかり踏まえてですね、計画を立てていき、政策を進めていくということが大事だというふうに考えております。そうした方向で進めたいと思っております。小西洋之君。はい、ありがとうございました。では、その関係で総務省の方にですね、選挙管理委員会と保健所の連携が重要なんですが、それについて総務省としてどのように頑張っていくか、これちょっと簡潔にお願いいたします。はい、総務省、森選挙部長。はい、お答えいたします。特例郵便等投票に関する事務執行にあたりましては、選挙の管理執行を担う選管と、特定患者等の情報を保有している保健所が、ご指摘のように緊密に連携して対応することが極めて重要でございます。
具体的には市区町村選管において対象者の確認をする際に原則として書面が必要となることから、あらかじめ書面の交付状況について選管と保健所の間で情報共有を図る必要があるわけでございますけれども、このタイムラグなく書面を保健所が交付することが困難な場合に、保健所から情報提供を受けて対象者であることを確認することから円滑な情報提供がなされるよう、情報提供の方法について選管と保健所の間で調整する必要があるわけでございます。また特例郵便等投票を利用しようとする方が円滑か確実にその手続きを進められるように、選管保健所と都道府県の保健福祉部局等が連携をしまして、外出自粛要請の書面交付などの際の啓発の実施や宿泊療養施設等における周知、チラシ請求書などの配布、またホームページにおける制度周知などについてしっかりと取り組んでいただきたいというふうに考えているところでございます。小西博之君。ちょっと岸さんが頑張れよというような大丈夫かというような表情がありましたけれども、どうかよろしく頑張っていただきたいというふうに思います。では発議者を代表した岩谷先生に、ちょっと今の、もう十分岩谷先生この問題について誰よりも深く役所にも事情をされヒアリングされご承知のことではありますけれども、この法律を適正に円滑に運用していくにあたって、総務省、厚労省、あるいはその自治体にですね、発議者として求めることなどについて、また法案の意義などについて答弁をお願いいたします。衆議院議員岩谷武君。はい、お答えする前に小西先生にはですね、本法案の立案の段階でさまざまご示唆を賜り、ご尽力をいただいたことに対して厚く御礼を申し上げたいと思います。本法案の意義はもう先ほど先生がおっしゃった通りでございまして、国民にとって一番大事な、この参政権、選挙権、これが、議会制民主主義の根幹をなすものでございますので、外出自粛要請を受けて投票所に行けないという方々であってもですね、ぜひその選挙権を行使していただけるように、特例的な郵便投票制度を認めようとするものでございます。で、私どもとしては役所にですね、しっかりと関係省庁が連携することを求めていきたいと思っております。郵便投票そのものは、現行の公選法に基づく郵便投票と基本的に同じスキームで、ございますけれども、コロナ対応で、業務が逼迫している保健所などもございますので、法案成立後は速やかに関係省庁が連携して、特に直近に選挙が予定されている地方公共団体に対して事務執行にあたっての留意事項を示すと、迅速な書面交付のために地方公共団体が全庁体制で対応できるようにしっかりと支援をすると、など地方公共団体における事務の円滑な管理執行が可能となるように、政府としてもしっかり支援をしてもらいたいというふうに思っております。また新しいこの特例郵便投票という仕組みを創設するにあたってですね、この特例郵便投票を利用しようとする人が円滑にその手続きを進められるように、短い準備期間ではありますけれども、可能な限り選挙人にしっかりと周知をしていくことを期待をしているところでございます。小西博之君。時間となりましたので終わらせていただきます。円滑な施行をまたお願いしたいと思います。足立新